今回もキラッと光る墨田モダンの商品をご紹介します。まずはこちら、河合線工場にお邪魔します。河合線工場は昭和26年創業。伝統的な吾妻瀧染めや他ではできない染色技術、その確かな品質で国内外のデザイナーズブランドなどから高い評価を得ています。2016年の墨田モダンに認証を受けたのは、この河合線工場をはじめとする東京都繊維染色協同組合の線工場4社が立ち上げた共同ブランド、染め染めの T シャツです。河合線工場さんの墨田モダン認証商品がこちらなんですよね。はい、もう本当に絞りだったりとかグラデーションももう本当に綺麗なんですけども、はい、この商品ですね、テーマがですね、江戸をテーマにしようと。ですからこれですと格子柄ですね、昔からあった。これですとこれ、切子、有名な切子柄のプリントです。絞りの枠とかございますよね、それを取り入れて作ったものです。技術的にも例えばこちらだと難しい部分ってどんなところがあるんですか？これがですね、そうですね、ここ絞るんですね、でここへ染料入っちゃいけないんですけど、この辺がですね、このぼわっとこう滲んだり滲まったり、これやっぱ経験をしていかないとなかなかできないで、で我々、普通染工場というとですね、結構大量なものを、ガンガン染めていくんです。でもこれは基本的には手作りで、要するに一点一点真心込めて作ろうということで作った商品なんです。でこの素材もですね、これ最高のものを使って、繊維長って繊維が長い面をですね、使ってまして、ですからふわいいんですけど、確かに肌触りもすごくいいですね。そもそもどういった思いがあってこういった商品を作り始めたんですか？この染色業界っていうのは非常に今数が減っちゃいまして、でそんな中でやっぱこのままでは組合そのものも成り立たないだろう、じゃあちょっと我々の皆さんの技術をですね持ち合って一つの商品を作って、それで売ったらどうか、それでその発想でものづくりがスタートしました。そうやっぱ嬉しかったですね。で私どもね、線工場なもんですから染めるのが本業なんですね。ですからものづくりって、素人なんです。でもやっぱり素材にこだわりですね、染めにこだわり、いいものを作ってやろうというね、その気持ちの表れだと思いますけどね。やっぱりそのね、こう心意気が審査員の方にも伝わったんでしょうね。墨田区というか私の東京はですね、ファッションの中心地、発信地であります。でその東京の線工所が集まっていいものを作ってまいりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いをいたします。続いてご紹介するのは、東京スカイツリーのすぐ近くのカフェバーブランシュ。プリザーブドフラワーなどの草花をふんだんにあしらったおしゃれで落ち着いた空間でいただけるのは、ピザやパスタなどの美味しい洋食メニュー、そして元バーテンダーの店長元吉さんがセレクトした多彩なドリンクメニューです。こちらカウンターにはお酒がずらっと並んでますね。はい、そうですね、カフェには多分珍しいと思いますね。ウイスキーとかリキュールも100種類ぐらいは。一方こちらのテーブル席の方だとお花も飾ってあって、こうちょっとシックな感じと可愛らしい感じと両方の雰囲気が味わえるお店ですね。女性にも男性にもお子さんにも楽しんでもらえるようディスプレイにはこだわってます。こちらがですね、お隣のお茶屋さんとコラボした本格抹茶オレでございます。バーのような雰囲気のカウンターにこういった器に入った抹茶オレが出てくるって珍しいですよね。はい、どうしてもやっぱこだわってしまうので、どうしても本格的に作ってしまうんです。すごくまず抹茶の香りがふわーっと広がっていって、こう甘さとコクもあって、この牛乳のまろやかさが加わってとっても美味しいですね。本格抹茶オレ用に隣のお茶屋さんが特別にブレンドしていただいて、品質にもこだわっております。だからもう本当に本格的なこの抹茶の風味が楽しめるんですね。でさらにですね、こちらが本格のお抹茶の、お抹茶を立てる用のお抹茶なんですけど、振りかけるとより一層風味が変わりますので、
今度はすごく本当に抹茶のほろ苦さも加わって味がキュッと引き締まりますね。そうですね、あの苦すぎず甘すぎずっていうちょっとちょうどいいバランスを目指して作りました。隣のお茶屋さんとのコラボレーションで作ったということなんですが、隣のお茶屋さんはですね、100年以上やってる本当に素晴らしい老舗なんですけれども、うちのお店は若いということで結構目にかけてくれたんですよね。やりたいこととかあれば何でも相談してくれっていう温かい声があったので、ちょっと話をしてみたら立派なものを作っていただいたっていうのがきっかけですかね。下町の人情あふれるそういったつながりでこの本格的な抹茶オレが生み出されたんですね。他におすすめのメニューってどういったものがあるんですか？はい、ふわふわ卵の上にデミグラスソース、たっぷりのキノコを乗っけて、オムライスが一番の人気です。さらにお酒に合うおつまみもご用意しておりますので、国産の生ハム、長野県の八ヶ岳という場所から仕入れてるんですけれど、一度食べたら病みつきになりますね。たくさんのお酒と美味しい料理をご用意してお待ちしております。かなりくつろげると思いますので、皆様のご来店心よりお待ち申し上げます。いかがでしたか？すみだモダン認証商品についてはこのような冊子やホームページでもご紹介しています。皆さんもキラッと光るすみだモダン探してみてくださいね。